劇団プリンスの団長として一月が過ぎた頃、私は父の代から付き合いのある芸能事務所の社長ひろしさんと会っていた。ひろし、父が亡くなって急に団長を引き継ぐことに なり戸惑う私に劇団の運営に必要なことを教えてくれた恩師だ。ひろし社長率いるウエストジャパンプロダクション、通称 WJP は関西中心に活動する芸能事務所。うちの劇団とは仲良しで交流も多い。あ、いいね。今日はたまたま東京に営業に来たからということで、うちの事務所にも寄ってくれたのだ。あ、じゃあ大阪県内の方のアイドルグループみたいな劇団員、ね。お疲れ。団長の仕事慣れてきた。お疲れ、ひろし。オッケー。はい、少しずついろいろ教えてくださってありがとうございます。恩返しみたいなもんや。うん。ジョージには世話になったからな。あ、そうなんや。そうそう。今日はちょっと提案があってな。うん。劇団プリンスで新曲を出してみたらどない？あ、新曲？いいね。新曲ですか？だいぶ落ち着いてきたみたいやし、うん、そろそろ新体制アピールしてもええ頃やろなと思って。あ、そうやね。確かに父が亡くなってから運営を引き継ぐことだけに精一杯で、新しい挑戦とか考える余裕がなかったです。心機一転、気持ちを切り替えるってことで、うん、ファンへの挨拶みたいなもんやと思ってやってみるとええんちゃう？さすが、ひろし優秀。そうですね、いい機会かも。やりましょう。俺の方でもいろいろ手伝うさかい。あ、ほな一丁頑張ってみようか。めっちゃ関西弁やな。頑張ろうな。ありがとうございます。早速メンバーにも伝えますね。ありがとう、ひろし。いいね、それ。みんな揃ってるかな。失礼します。失礼します。え、お疲れ様です。書いてもろったん。よかったね。お疲れ。なんだ、順次くんか。まだ次の仕事まで時間ありますから、うん、ちょっとくつろいでました。いいよいいよ。私を気を切り直して、うんことケイスケを見る。ゆきととりくを見る。ちょっとうんこ見たい。うんこルート行きたい。うんこくんとケイスケさんはどこかな。見てなって、ほら、ちょっとこうやりますんだよ。ちゃんと見てる。ちゃんと見てるじゃない。こう、あ、そらそうな、そらそうなるわ。こうだな。あ、お、うまくなってきた、うまくなってきた。お、お、どうやどうや。あ、うまなってる、うまなってる。あ、すごいすごいすごい、上手上手。いや、そうじゃなくて。え、待って、何その指の反り具合。関節まで筋肉。あ、これはケイスケが悪いわ。何してるのか全然わからないけど、うんこくんは優しいし、ケイスケさんは勉強家だな。あれ、団長さん、もう撤収？うん、みんなに話があってきたんだ。実はね、劇団プリンスの新曲を出そうってお話をいただきました。俺たちの新曲？あ、嬉しそう、リク。そう、そういうわけで、これから皆さんには新曲用の特別レッスンを受けてもらうことになります。今の仕事の合間に入るからかなり忙しくなっちゃうけど。すごい、新曲だって、じゅんさん。すごい、歌かわいいな。いや、うん、楽しみですね。頑張ろうな。確かにそろそろ新しい動きが欲しかったところだな。うん、うん、いいタイミングじゃないかな。そうやな、頑張ろうな。みんなみんな前向きでよかった。私もみんなを支えられるように頑張ろう。頑張ろうね。ん、何今の、なんかウェーブした。それからは仕事の合間に特別レッスンの日々。うん。ウェーブいらん、ウェーブいらん。特にリクさんは熱心で、時間が空くと黙々と自主練習に打ち込んでいた。それじゃあ頭からもう一回通して。ああ、優秀。うん、はい。ああ、優秀優秀。リクくん、もともと上手かったけど、うん、この曲でかなり実力ついたよね。やっぱ頑張り屋さんやな、リクは。カブトムシと一緒に毎日遅くまで練習してるみたいだし、努力の量が台の中でも一番かも。あ、頑張る子やな、やっぱりな。リュウさんがいなくなってから自分が劇団を引っ張れる存在になろうって頑張ってくれてるのかな。そうやね、この子はこの子ですごい頑張っとるよね。口だけじゃないもんな、ちゃんとやりながらみんなを教える感じ。大丈夫、無理せんようにね。はい、そこまで、うん、休憩にしましょう。うん、リクさん最近頑張ってますね。何言ってんの。え、これくらい当たり前だろ。優秀。俺は今なんかよりもっとずっと上を目指してる。うん、ウコンなんかすぐに追い抜かすよ。あら、頑張り屋さん。リクさん、そんな挑発するような。別に聞かれても困らない。あ、そう。追い抜かすなんて言われても俺はそんなこと考えて仕事してないから。 あら、人気者がなんか言うてますよ。は？何それ。あ、俺のことは眼中にないってこと？そら怒るわ。別にアウトオブ眼中的な意味で言ったわけじゃん。アウトオブ眼中やんか。アウトオブ眼中って、来る。
やっぱちょっと古いオタクやなこいつ。なんだと？あ、アウトオブガンチは古くない。そこじゃない、そこじゃない、うんこ。大変だ、なんて声をかけよう。挑発すんなよ、うんこ。二人ともついてください。向上心は大切だよ。うんこへ挑発すんな。何かが私の髪をかすめて壁に刺さった。見るとうんこくんのペンだった。めっちゃ怒っとるやんか。ごめん団長さん、うん、よく聞こえなかった。うん、誰がうんこ漏らし野郎だって。言ってない、言ってない、そこまで言ってない。うんこええ加減せよ、なんか物投げてきた。二人とも今は休憩中だからちゃんと休んでね。ちょっとうちの姫に外の空気吸わせてくれ。あ、そうやな、外生かすこと大事、カブトムシな。ちょっと嫌味だったかな、ごめん変な空気にして。うん、今のお前が悪い。私じゃなくて、戻ってきたらリクさんに言ってあげて。そうだね。うん、でもリクの努力家なところは尊敬してるし、本当に自分の方が上だなんて思ってないんだ。うん、私がもっとうまくフォローできたらよかったかな。ごめんな、うんこ。今日の特別レッスンが終わった。眠い、少し疲れたのかな。でもまだ仕事残ってるし、今日はもう会議室は使わないんだっけ。ちょっと寝かしてもらおう。寝ます。いや、ソファーあるし十分寝れるな。ん、隣のオフィスに誰か来た。あのプロデューサーに協力してもらうなら、うん、先に上の人に寝回しした方がいいよ。うん、何の話。そっか、リクって本当に頼りになるね。え、ミアちゃん、あれあれ、ミアとリクさん2人って仲良かったっけ。子役だからって舐められるようなこともあるだろうけど。あ、負けるなよ。あ、そっか、ミアちゃんも今子役しとるけんね、リクがいろいろ教えてくれようやろね。むしろ舐め返すよ。あら、よし、偏見なんて跳ね飛ばしてやりな。あ、いい関係。偏見、リクさんもいろいろ言われてきたみたいだったもんね。いつもありがとう。今度また確認の拮抗縛り教えてね。なんて、あいつうちの妹に何を教え込んで。あー、やべ、バレる。お姉ちゃん、団長の体験プレイはこれでおしまいだよ。あ、そうなんや。あ、そうなん。ミア、突然どうしたの。あー、これからどうなっちゃうのかな。うん、気になるな。続きをプレイした時はどうすればいいんだろう。ザートらしいぞ。そうだ、うん、買えばいいんだ。あ、なるほどな。それにもしかすると、うん、団員のあんな姿やこんな姿も見れちゃうかも。きっとめくるめく魅惑の世界が待ってるんじゃない。買って買ってよ。いいね、ミヤちゃんにそう言われるんやったら買おうかな。買っちゃったよね、新しいの買っちゃったから。劇団プリンス続きやっていきましょう。新曲のリリース日が近づいてきた頃、その日私はあたりが暗くなるまで仕事に没頭していた。次は誰のお話になるんやろうね。ふう、もうこんな時間か、そろそろ帰ろう。火元よし、留守電よし、鍵、あれ、鍵が一つ戻ってきてない。まだレッスン室に誰か残ってるのかな。誰か練習しよるってこと。誰ですか、真面目さんは。レッスン室を覗くと2つの影が揺れ動いていた。ジュンさん、もう一回やりましょう。あ、ゆきと頑張ってるやん。いや、まだまだいけるです。あ、そうなん、意外な2人が残っとった。ゆきとくんとジュンジくんだ。二人も最近自主練が増えてるみたい。ええことや。前はゆきとくんが一歩リードしてたけど、ジュジ君もここに来て一気に成長したよね。コツコツと練習を積んできた成果が出たのかな。頑張ってるな。そうだ、お夜食を持って行ってあげよう。何持ってく？失礼します。やってる？どう？え、どうなった？え、ちょっと、なんか、我が輩のチャクラとユッキーの黒魔術の合わせ技で呼ばれたみたいです。え、どういうこと？なんか暗いけど、なんか手映ってない？真ん中の方、誰の手？帰りいただこう。え、せっかく成功したのに。え、何これ、怖っ。じゃありません。ほら、早く早く。大出さん、大出さん、お帰りください。何通も呼んどん。消えた。お前ら練習室で何してくれてんの。それはそうと、どうしましたか。いや、こっちのセリフですけどね。二人とも頑張ってるから差し入れ持ってきたんだ。はい、おにぎり。あは、あちっ、そういえばお腹と背中がドッキングしそうで。ドッキングしそうか。わー、ありがとうございます。いいえ、うん、悪魔召喚の術式は魂を削るからお腹が空いちゃって助かりました。魂削ってた、すごいな。それにしてもこんな時間まで二人とも偉いね。今回の新曲、うん、僕たちがメンバーになってから初めての曲なんです。
あ、そっか、あの5人になってから初めての曲ってことかな。いやー、張り切ってます。オッケー。そっか、2人とも今までは研究生だったもんね。はい、だから絶対に成功させたいんです。あ、そっか、ね、じゅんさん、この2人は研究生から今メンバーに選ばれたけど、あ、そっか、他の人たちとはちょっとな。あ、もちろんです。みんなのやる気を見てると、この話を受けてよかったって思うよ。じゅんさん、眉間に米粒ついてますよ。ということ、おう、サードアイが食べようとしてます。楽しそうやな。ふふ、お口に合ったかな。はい、とっても美味しいです。オッケー。できれば豆腐味も欲しいです。やでじゅんさん、お豆腐好きすぎでしょう。ここの2人はね、多分メンバーの中でも下下というか、ジョージさんがよく豆腐握りを作ってくれたです。気持ち悪。豆腐握り、豆腐味のおにぎりじゃなくて。いや、豆腐を脇で絞って作るです。え、脇、え、なんて言った、脇って言った。あー、そういえばそういうのもあったかも。気持ち悪い。お父さん腕力が自慢だったもんね。美味しいですね。団長にもぜひ今度作ってほしいです。美味しいですね。で、適当に言ったやん自分。うん、脇じゃなくて手で作ってあげる。お父さんのこと慕ってくれてありがとう。前の団長さんも団長も大好きです。やった、ありがとう。いいやつ。あ、僕も。あ、いいやつ。僕も団長さん大好きですよ。やった、ありがとう。2人とも、おにぎりもう一個作ってあげる。2人ともお父さんみたいになれるように、私ももっと頑張るね。あ、いけない、もう遅いから、そろそろ帰らないと。2人も上がろうか。あ、僕送ってきますよ。あ、やべえ、優しい。キュンや。え、でも悪いよ。何言ってるんですか、外真っ暗なんですよ。女性一人じゃ危ないです。後ろの順次の目めちゃくちゃおもろいやんか。そうです、うん、団長は私が送り届けます。あ、マジで、どっちでもいいで。え、何、うむ、やばい、取り合いされよる味村。じゅんさん、あ、先帰れさ。やばい、呪い来たぞ。先帰れ。あ、なになに、わす、わす、うん、どうしようかな。あ、このどっちかと変えるってこと。え、でも今回私さ、うんこルート行きたいんやけど。うんこルート行きたいけど、一人で帰るな。バイバイ。護身術習ってたから大丈夫、一人で帰るよ。護身術より僕の呪いの方が強いですよ。まあ確かにな、さっき腕で呼んでたもんな。私のチャクラはもっと強いです。チャクラは弱そう。それじゃあ3人で帰ろう。そうやね、平和、平和。それなら、まあ、うん、それが一番。いたしかたなしです。うん、オッケー、決まりだね。ささっと帰り自宅しちゃおう。はい、オッケー。やあ、やあ、うんこどこ行ったん。くら、もう遅いな。うん、風が気持ちいいね。本当ですね。うん。おお、すみません。どうやらロッカーに豆腐を忘れてきたようです。取りに戻ります。お前、どういうこと、ロッカーに豆腐忘れるって。一緒に行こうか。大丈夫です。うん。足裏チャクラのカルマをクリアリングしてグラウディングすれば音速で移動できますから。オッケー。あ、何？あ、早い。団長さん。何？知ってると思うけど、うん、新曲に向けて。リクさんだけじゃなくて、ジュンさんもすごく頑張ってるんです。あ、そうやね。正直、うん、焦ってます、うん。みんなもともとすごいのに、さらに人一倍努力していたり、うん、僕、ちゃんと追いつけるのかなって。大丈夫、ユキとも選ばれたメンバーだから大丈夫よ。今まで壁みたいなものに当たったことがなかったんだけど、うん、今回初めてこのままで大丈夫なのか不安になって。そっか。でも、だから、うん、だからこそもっと頑張ります。うん、期待に応えてみせますから、見ててください。オッケー、うん、応援してるよ。それだけ言いたかったんです。オッケー、長かったな。すっきりした。オッケー、新人2人の成長もこれから楽しみだな。ゆきと頑張り屋さんやからな。大丈夫大丈夫。